38期、今日も3枚綴りです。じゃあマックス3枚ですね。この搭乗券半券出てくるのは東京、大阪、大阪、沖縄、もうね、毎週飛行機乗ってるとどこに行くか忘れちゃうんですよね。今日は朝は大阪だそうです。大阪、先週も大阪だったような気がしますね。はい、14番ゲートはね、もうすぐ目の前です。で今日お伝えするのはですね、7月30日に、4便ね、1日に飛行機乗った模様の第1便目の映像ですね。東京から大阪の101便ですね。これ朝一番の飛行機に乗って見てる模様になっております。飛行機の中では、ね、基本的にはあのニコンの、ね、Z50 で撮影はしてるんですけど、乗り降りの時だけはあのインスタ360を使ってね、映像を撮っております。でこれはランウェイ16ライトですかね、離陸の模様ですね。やっぱりね、朝一番の飛行機なんですけどね、結構大阪行きって朝一番からでも混んでるんですよね。なのでそれなりに人は乗ってましたね。で天気はね、すごい良かったですね。まあこういう形で富士山なんかもね、見れましてね。で富士山は大阪行きの時はね、この経営席の方が出てきてますね。あっという間にですね、大阪に着陸ですね。もう結構ね、何回も利用してる便なんでね、なんかもう慣れてると思うんですね。この週末は暑さもピークを迎えそうですね。また皆様、良い休日をお過ごしください。今日もワンワンダライアンスメンバー日本航空をご利用くださいましてありがとうございました。はい、これがね、あの大阪の伊丹空港の制限エリア内の待合室ですね。こんなね、寝そべって座れる椅子がね、置いてありましたので、ちょっとね、試してみましたね。なんか人が大勢がいるところなので、ちょっと恥ずかしいなと思ったんですけど、まあ、この時間帯ならね、自分しかいなかったので、まあ、ちょっと、ね、くつろいでみましたけどね。はい、で、ね、続いて今度はね、あの2081便で A350 で、16番機ですね、最新 A 機ですね。まあ、一番最新の A350 の一番最高峰の 60A に座ってね、見ました。で 60A の、ね、隣がね、実は1席分、まあ、0.8 席っていうかね、1席も置けないスペースっていうんですかね、っていうのがね、ありましてね、そこがね、妙に広いスペースになってたんですよね。こうやってね、立ち上がって歩けるような、ね、感じになってましたね。はい、なのでね、後ろもね、誰もいないですからね、それくつろげるなと思ったんですけど、ちょっとね、窓がね、遠かったですね。はい、こっちね、足元ね、左側スペースがあって、荷物もね、置けなくはないんですけど、一応なんかね、シールで×になってましたね。でね、聞いてみたらね、やっぱり×なんで、まあ自分の足元か隣の席の足元に入れてくださいって答え言われましたね。でやっぱりね、ギャレーね、ギャレー A350 のギャレー見たこともなかったんで、ちょっとギャレーを見てみましたけども、トイレが近いのもいいですよね。で、はい、それでね、大阪を立ちます。大阪にはね、本当にどれぐらいですかね、まあ、トランジットしたんですけども、1時間ちょっとぐらいいたんですかね。あ、まあね、ちょっとね、くつろいだり、あとはね、こうやってネタをね、 iPad で打つ時間があったりとかね、するんで、まあ、あっという間にね、空港内で過ごせちゃうんでね、まあ、あの普通に単なる旅行ではないので、ね、あの時間がね、あっという間に過ぎてしまいますね。あの今日はね、あのブログっていうかね、ウェブの方で、ウェブサイトの方の記事も書かなくちゃいけないんでね、結構あっという間にね、時間が過ぎますね。あ、これね、やっぱりね、60A って一番最後だとね、フィッシュテールを感じるんですよね。それがすごい気になりましたね。これ上空窓遠いって書いてますけどね、本当窓遠かったですね。あの乗り出さないとちょっとね、撮影できないみたいなね、感じでしたね。で、これベルトサインオフになって、
で、ね、ちょっとねトイレから行ってみたと、開け方がね分かんなくて、ね、行ってみましたね。やっぱりねすごい綺麗でしたね。やっぱりその最新鋭の飛行機の、しかもね JAL が導入した16番機って一番最新の飛行機ですよね。 JAL の中でももしかしたら一番最新の飛行機かもしれないですね。でこれねセンサーで一応水とか石鹸が出るんですけどね、なかなかねいまいち出が悪かったんですよね、うん、なんか壊れてるわけじゃなかったんですけど、なんかわざとなんですかね、無駄遣いしないためなのか、センサーの機器をあの良すぎるとね水出しっぱなしとかになっちゃうせいなのかわかんないんですけど、ね、ちょっとねあの手こずったりしてましたね。ただねやっぱり最新鋭だったのですごい綺麗でしたね、はい。まあ、ちょっとね男性のトイレなんで、ね、あっという間に出ちゃうんですけど、これでちょっと、ね、カットはしてますので、ね、ちょっと長居してみたかったのかなみたいな感じでしたね。これね今あの窓際から着席してるんですけど、飛行機じゃありえないですよね普通ね、こんなの大抵で、あの沖縄に到着しました。これ到着後ね、あの一番後ろに新衛さんに乗ってるじゃないですか、航機の際に写真撮られてましたけどいかがでしたかみたいな話を、ね、されて、いやちょっとね窓遠かったですねみたいな話で、ちょっとね一席分空いてますからねみたいなね話はねちょっとしましたね。あなんかね新衛さんもねやっぱり見てるんだなみたいな、見えますよね一番後ろの自分の目の前にカメラ構えてる人がいるんでね、それは分かりますよね、はい。それでね今ね大阪から沖縄に到着したというような感じになります。先ほどまで降っていた雨も上がったようでございます。ここ沖縄でどうぞ良い時間をお過ごしください。今日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空にご搭乗くださいましてありがとうございました。はい、今ね11時44分ですね。次の飛行機が13時半なのでちょっとね45分50分ぐらい休憩したいと思います。今ねドトールに来てます。でここにあるのがインスタ360 GO2 ですね。ちょっとこれの紹介しましょうかね。はい、こんなコンパクトになってますね。よいしょ。ちょっと片手で撮影しながらなんで。よし。で、インスタ360 GO2 はですね、つい先日買ったんですよね。で、64GB モデルを買いました。こういう形で、まあ、本体と、あとカメラ、こうなってるんですね。こんな感じ。で、こっちがカメラ。こっちが、まあ、本体というか、充電、電池、バッテリー付きなんですよね。はい。で、これをね、こうやって、で、磁石でくっつくようになってて、パコって。それで、こういう形で撮影することができるんですよね。はい。でもね、飛行機で何本か撮ってきたんで、バッテリーが、だんだん少なくなってはきてはいるんですけどね。こういう形で動画、写真、それからプロ動画って言って、なんていうんですかね、傾きにも対応する動画と、それからタイムシフト、タイムラプス、HDR 動画、スローモーションなどね、できるようになってるんですね。ちょっとね、電池が足りなくなってるんで、後でちょっと充電しないといけないなと思うんですけどね。はい、で今日はドトールで、なんか、なんて言ったかな、アイス、はい、沖縄限定のアイスラテをちょっと注文してみました。まあ、せっかくなんでね、はい。あ、そうそう、今ね、沖縄にいるんですよ。はい、沖縄に来てるんですけど、また13時半の飛行機で帰っちゃいます。沖縄もね、もう結構何便目何回もね来てるんですけど、こうやってねドトールがあるところは知らなかったんですよね。多分ねこっち国際線ターミナルと思うターミナルなんですよね。だから全然にぎわってない。でちょっと行くとね ANA があって、一番向こうの JAL の方がねすごいにぎやかなんですよね。はい、こんな感じです。外れですね。すごい空港の中でもものすごく外れの方ですね。
これがね、先日買ったバックパックですね。はい、ラクゼっていう、なんていうんだろう、白馬写真のカバンですね。はい、ロールバックっていうんですかね、ロールバックっていうか、こういうロールオーバー式っていうんですかね、こういう形で、で1機室なんですよね。でもね、1機室であんまり良し悪しがあるんですけどね、こういう形でここにカメラ入れられたり、でこっちにレンズとか入れられたりして、1機室で今ね、これね、縦置きにもできるんですね。やっぱりマジックテープになってるんで、ここら辺に縦置きにして上から取り出すこともちょっとできるんですよね。こういう感じで、よいしょ、こういう感じで、はい、これ1機室なんでね、ちょっとこういう隙間とか入ると取りにくいなっていうのはあるんですけどね。今ね、手前のポーチに財布とか入れてるんですけど、さっきのカメラバッグをこれで上に持ってくることもできる、はい、感じです。これ生地がね、ちょっと特殊な生地で、雨に濡れてもいいような丈夫な生地みたいですね。スペクトラファイバーって書いてますけどね。で、あとはこういう形でここにね、パソコンとか、まあ今 iPad mini 入れてますけど、でノートブック、薄い MacBook Air とか入れられるぐらいのスペースは、もうちょっとね、スペースあってもいいなって感じはします。キツキツなんでね。うん。サイドポケットがあって、まあ、ポケットがもうちょっと、いろんなとこにあってもいいかな、みたいなね。こういうとこにあってもいいかなと思うんですけどね。あと、ここに小物とか入れたりとか。あと、やっぱりね、白馬ってすごい、写真、でね、写真のサードパーティー品作ってる会社さんなんですけど、この辺の作りがね、やっぱりすごいしっかりしてますよね。うん、まあ、これちょっとね、小旅行にはいいかなみたいな。うん、あとゼロフック、白馬の何ですか、独特のこういう鍵フック入れて、首に負担かかんないようなカメラの何ですかね、ストラップをつけることができるようになってますね。チャックもいいですね、ここね。前持ってたやつはマジックテープだったりするんですけど、はい、そんな感じですね。テラス席、ちょっとね、空港側は見えないんですけどね。はい、で続いて今度はですね、沖縄から今度福岡ですね。はい、JTA 日本トランスオーシャンの54便に乗りました。こちらね、737ですね。737の 30A って言ってて、まあ、一番最後尾に乗ってみました。 A 席の最後尾に乗ってみましたね。737自体の、ね、最後尾も初めてだったんですよね。はい、なのでね、ちょっとね、楽しみでしたね。でね、やっぱり沖縄便なんでね、子供連れっていうんですかね、親子連れというか、夏休みを満喫した方もね、いっぱい乗ってますね。これ水滴ついてますけどね、ちょうどね、乗るときにスコールみたいな、ね、雨が降ってたんですよね。さっきまで晴れてたのにってね、突然雨が降ってきて、で離陸する頃にはね、これで日差しが出て、なんていうんですかね、沖縄特有というか南国特有の雨模様っていうんですかね。はい、これね、今滑走中なんですけどね、やっぱりね、737小型機なんですけども、やっぱりね、フィッシュテールは感じますよね、すごいね。うん、なので、ね、一番後ろの席ってね、自分みたいに写真撮らないような人、揺れとか全然気にしないような人であれば、後ろの席ね、倒せるんでね、十分くつろげるんですけども、写真をこうやって動画で撮ったりとか、まあ、静止画でもそうですけども、やっぱり揺れを気にすられる、気にされる方はね、ちょっとね、辛いですね。うん、これ多分ね、どんな飛行機でもやっぱりフィッシュテールっていう現象は出るんだと思いますよね。はい、乗り物ってみんな後ろってね、大体揺れたりしますからね。はい、でね、今度はね、福岡に戻ってきま、戻ってきたんで、福岡に来ましたね。はい、今回はね、だから東京、大阪、大阪、沖縄、沖縄、福岡というようなね、順で今来た感じですね。3便目になりますね。はい、これもね、着陸時の衝撃というかね、フィッシュテールがすごくてですね、まあ、Z50 で軽いカメラなんですけども、やっぱり揺れを耐えるっていうのがね、結構大変でしたね。うん、
でこれ最後ですね。今度は福岡から東京に322便、12番機ですね。 A350 の12番機で、59K っていう席だったんですよね。なので大阪から沖縄に行くときは 60A だったんですけど、それの反対側の K 席ですねに座ってみました。まあ、この59と60の違いというと、1席分だけやっぱトイレが59の後ろにはあるので、その分の席がまあないよね、1列分ないという感じですね。はい、で福岡を離陸ですね、このシーンがね。やっぱりね、離陸時にも、まあ、あまりね風はなかったんですけども、やっぱりその揺れっていうんですかね、横揺れを感じましたね。はい、福岡はそうですね、あんまりやっぱり滞在しなかったですよね、この日もね。まあ、あんまり滞在というか、普通に乗り換え時間ぐらいしかなくてですね。で、あっという間にこの東京に向けて飛び立ったと。はい、もうね、シーンはね、東京上空ですね。はい、この時は普通の南風運用ですね。あの都心ルートではなくて、通常のランウェイ22に使うね、アプローチルートですね。で今ね、城南島が見えてきましたね。今年はもしかしたら城南島から飛行機取るよりは、城南島上空をね、上からこうやって撮影する方が多いかもしれないですね。これでね、城南島ね、見るとね、やっぱり飛行機取りの聖地というかね、いいですよね。関東、まあ、羽田のね、撮影ポジションとしてはね、絶好のポジションなのかななんて思いますね。でね、今度は翼公園が出てきましたね。翼公園ね、やっぱり若干、まあ、距離はありますけどね、横取りっていうんですかね、横から撮る分にはね、十分なのかもしれませんね。でね、これ22に降り立つんですけども、ちょっとね、覚悟を決めて、今度はね、あの正面をね、こうやって画面見てみたら、クラブになってるんですよね。若干風を受けてね、あ、これ揺れるわと思ったら、本当にね、揺れましたね。あ、もうフィッシュテールがすごくてですね、もうね、構えてられないぐらいの、ね、揺れが感じましたね。これ多分ね、翼より前、まあ、いい席っていうんですかね、あの高級な席に座ると、あんまり揺れ感じないんだと思いますけどね。やっぱりね、後ろはね、揺れましたね。2022JMB ダイヤモンドを目指す企画の第5弾をお伝えいたしましたけども、7月30日はですね、1日4便、東京、大阪、沖縄、福岡、東京というようなね、模様をね、お伝えいたしましたけども、この日稼いだ FOP が6368と、平均単価が 8.5。やっぱり沖縄便のね、6.4 とかね、やっぱり安くて稼げますよね。でこの日にですね、31,128FOP ということになりまして、まあ、3万超えね、できまして、クリスタルを手に入れることができました。はい、クリスタル、過去にですね、2年連続、2011、13って書いてますけども、まあ、その2010、11、12、13ぐらいの2年連続で、その当時は30便ですかね、2年連続30便乗って、クリスタルの、ね、カードを、ね、手に入れることができたんですよね。で今回ね、それから約、ね、10年ぶりにですね、また飛行機いっぱい乗ることができまして、今回はね、 FOP は、3万 FOP を、ね、獲得して手に入れたというようなことになりました。で次回サファイアですね、サファイアはですね、あと3日10便乗る計画がこの後にありましたので、そこで獲得できるのかなというふうに思います。はい、またね、その時はね、お知らせしたいなというふうに思います。以上となります。ありがとうございました。